こんにちは。数学を担当します。高瀬です。よろしくお願いいたします。今回はですね、複素数平面の円、直線のお話をしていこうと思います。さあ、まずですね、円や直線の、具体的な方程式ですね。複素平面上で円や直線はどういうふうに書けるのかという話をする前に、絶対値。この説明ちょろっとしておきますが、アルファマイナスベータの絶対値と書いてあったら、アルファとベータの距離を表します。ね。そもそも実数の時でもそうだもんね。3-1 の絶対値ってのは2だけど、これは1と3の距離が2ですよっていう見方もできるわけよ。ね。なので、それが複素平面上でも使えるんだなと思ってくれてもいいし、ね。アルファ引くベータってのは、ベータアルファベクトルっていう見方もできるんだったよね。だからまあ、ベクトル、ベータアルファの大きさって見方をしてもまあいいでしょう。はい。じゃあそんな前提条件のもとね、線分アルファベータの垂直二等分線。まあ、ズバリこいつのことだね。はい。これの上に、ある点 Z がいたらどういう式が成り立つのかなって話なんだけど、垂直二等分線の定義覚えてますか？ね。垂直二等分線ってのは、この点とこの点から、等距離である点の集まりだったよね。つまり、アルファからの距離とベータからの距離が等しいぞってことなわけよ。だから、これが成り立つのであれば、Z は、こういう形を満たすことになります。ね。ちょっとこれ要注意なんだけど、距離イコール距離っていう意味でちゃんと考えてね。ここの前に数字がついていない場合は、等距離にいるぞということなので、その時点で垂直二等分線が確定します。で、ちょっと注意点として、もし、大きさが1じゃないような数字がついていた場合、これね、右側でこれから話すことになるんだけど、円を表すことになります。その時はどういう風に処理するかってことも、後で問題でね、やりますから、まず、絶対値イコール絶対値を見た時に、等距離である。だから、垂直二等分線だってピンと来れるようにしといてください。はい。じゃあ次、円の話いきます。中心アルファで、半径 R の円周上に Z がいるとしましょう。絵で言うと、こんな感じね。アルファ中心で半径 R のところに Z がいる。当然この場合は、アルファと Z の距離が半径 R でしょってことなので、こういう条件式を満たすことになります。まず皆さん一番初めにやるべきことは、この式を見て、距離が一定だから円なんだと。こいつが中心、こいつが半径の円なんだと。いうことをちゃんとわかるようにすること。はい。次のステップ。こんな形でね、問題はね、大体与えられないです。もっと汚い形で与えられるの。それを変形して、この形になるようにってやっていくんだわ。そのやり方なんだけど。まあ、そのやり方の前に、これ一応ちょっとですね、2乗してみましょう。ね、両辺正の数なんで2乗してあげます。その時に、こんなんあったよね。絶対 1Z の2乗は ZZ バーだったよね。そいつを用いて、こいつ展開してみるね。はい。見ての通りです。こんな風に展開していくと、こんな形になってきます。でね、問題はね、一番下の形で与えられたものを、これは何ですか？答えなさい。これの図を書きなさい。なんてなるわけよ。で、やり方としては、この式を因数分解して、こういう形にして、バーをくっつけて、元に戻すとするのがアイデア1番。で、実際それでやってる人もいるし、それを否定するつもりは全くありません。たださ、円といえばやっぱり、平方完成じゃない？図形と式って平方完成して中心出すじゃん。ベクトル方程式って時も平方完成するわけよ。なんか複素数の時だけ因数分解っていうのが嫌いだなーっていう人も結構多いと思うんですよね。で、これね、アルファが中心でしょ？この形でアルファってどこなのかなっていうと、ここなんだわ。ね。だからね、やり方2番としましては、Z バーの係数が中心なんだってことを覚えちゃう。ね、Z バーの係数が中心なんだって覚えちゃう手があります。なかなか覚えられないって人いると思うんだけどさ、ここって結構特徴的な形じゃない？アルファ Z バー、アルファバー Z。ね、どちらかにバーがついてるよっていう、この互い違いの関係になってるんだよね。それをちょっと意識してもらえれば、アルファは Z バーの前につくものって考え方ができて、こういう形が中心だってわかるはずなんです。ね、ということで、アイデアの2としては、Z バーの係数見つけてあげて、こういう形になることを利用すれば、この3つの部分がちょうど一致することになってくるじゃん。ね、だから、アルファを見つけた後に、赤い部分をこういう形にする。ね、まあ、なんて手もあります。ね、じゃあ、今日はね、問題を3問ほど用意してますから、3問それぞれ1個ずつやってって、最後にこの問題やっていきますから、その時また細かいことを喋っていきたいと思います。はい。じゃあ、問題をね、見ていきましょう。はい。じゃあ、1番読んでいきましょう。複素数 Z が次の等式を満たすとき、点 Z 全体はどのような図形を表すか。で、はい、こんな式聞きました。さあ、基本的にこういう絶対値がなんか2個ぐらいあったときは、2乗して崩していくものなのね。でも、一つだけね、距離が等しいぞっていう式のときには、ある2点から等距離になる点の集合になるんだったもんね。はい。とにかく、式を見て何でもかんでも2乗だってことする前に、式の意味をきちんと捉えること。式の意味をちゃんと捉えてもらえれば、あ、垂直二等分線だなってことがわかるもんね。よし。じゃあちょっと絵描いてみようかね。はい、黒板でいきます。はい。ではね、これは Z と1の距離。で、こちらは、Z とマイナス i の距離と見れるよね。はい。じゃあ絵を描いてみると、この1と、マイナス i の場所の垂直二等分線ということで、まあ、こんな図になってくるということでした。ね、複素平面の一番最初の時にもね、喋ったんですけど、ここは、まあ、マイナス i と書きたければマイナス i と書けばいいですけど、まあ、それは大学での書き方なんで、その場合は、im, re と書く方が無難ではあります。でもまあ、好みの問題なんでね、一応学校の教科書に合わせてこういう風にしておきました。はい。じゃあ、説明文書いておくと、ね、こんな感じでした。はい。じゃあ次ね、2番行ってみましょう。また、複素数 Z が次の等式を満たすような点 Z は、全体はどんな図形を表すかという話でした。で、今回は、絶対値が3ですよと。ね。さっきみたいに絶対値が2個ある状況じゃないですからね。だからまあ、距離が3で一定、距離が3で一定。ね。それを、ね。まあ、円って言うんでしたよね。なんか、正解マークつけたみたいな気持ち。なんか落書きしたりしようか。こんな感じで。シュールですね。ごめんなさい。授業行きましょうか。じゃあ、黒板でいきます。はい。ということで、これは、マイナス3たす 4i と見れるから、中心3たす 4i。そして半径3の円と言えますね。で、半径3で実部が3ってことだから、y 軸、つまり巨軸と接する形になってくるんじゃないかな。で、巨部が4。で、巨部の4は半径3よりも大きいわけだから、実軸はこんな風にちょっと下側なんだろうね。ということで、こういう演習上に Z が存在するぞと。はい、いうことでした。さあ、じゃあちょっと次の3番が難しいんでね、3番の前にちょっと、練習してからにしましょうか。はい、じゃあね、今3問書きました。この方程式3つとも円を表します。ね、じゃあその円の中心と半径を求める練習ってことをしたいと思うんですけども、先ほどの説明でも話した通り、中心アルファは Z バーの係数なわけ。だから、Z バーの係数をきちんと見つけてあげて、それをアルファのつもりで計算すればいいわけ。例えば、一番左のものだったら、こいつが中心と考えられるわけよ。で、それを見つけたら、こんな感じで、Z-α の2乗ってまず書いとくわけ。で、これを展開すると、この3つの項を作ることになるんだけども、4の2乗だけは足りなくなっちゃってんだよね。なので、後ろに、4の2乗をつけてあげます。はい。これは、絶対値アルファの2乗をつけるのが、最終的な複素数の時の考え方になります。ね、そしたら、あとはこれを移して、で、平方根取れば、はい。こんな感じで、中心が4、半径が4の円なんだってことになってくるよね。はい、じゃあ、どんどんいきますよ。次、2番目。はい。2番目だったら、Z バーの係数ってことだから、プラスではないな。これはプラス1と考えます。ね。アルファが1なんだと考えます。そしたらそれを見つけたら、まずはこう書く。ね。で、これ展開すると、最初の3つの項が出てくるので、1の2乗かな。それを後ろで引いといて、この形にする。ね、あとこっち移してしまえば、こういう形になるので、はい、こんな感じかな。ね、中心マイナス1で、半径ルート2の円となります。さあ、これぐらいだったら因数分解でやっててもね、別に難しくない。この一番右で書いたものになるとね、途端に出来が悪くなるんですよね。はい、じゃあ一番最後のやつ。はい。今回、ZZ バーって形があるよね。はい。まあ、左の2つもそうなんだけど、ZZ バーという形があって、さっきの α バー Z、α Z バーという形があったらこれ円になるからね。だから ZZ バーがあるのを見つけて、お、じゃあこれは円なんだろうなと思ったら、Z バーの係数を α と見ます。あ、一応念のためチェックしといてね。こっちが、アルファバーにならないと、それはなんか計算間違ってるか、問題間違ってるかのどちらかになるはずだからさ。アルファバーの関係。ああ、じゃあ合ってるって感じ。そしたら、左側でやってきたことと同様に、z-α の絶対値の2乗をってして、こいつの絶対値の2乗を引いておくと。はい。じゃあ、1-2i 入れていくと、こういう形になってくるんで、1-2i の絶対値を計算すると、こんな感じになってくるかな。ね。ということで、中心が 1-2i で、半径がルート5の円ということになります。ね。じゃあ、これはちょっと各自ね、練習しておいてもらって、じゃあ実際に四角3番で、もうちょっと難しいものね、チャレンジしてみましょう。さあ、じゃあ3番目いってみたいと思います。国公立医学部の問題です。結構出るんです。やっぱり上位大学でもね。でも、上位大学でしか出ないんじゃなくて、本当どのレベルの大学でも出てくる。言ってしまえば定期試験でも出てくるレベルだからね。ちょっとこれみんな本当努力目標、頑張ってやってくれってところです。はい。今回は、絶対値イコール絶対値という形してます。でも、おそらく、この 2i ってものを外に出したりとかしたら、係数1ではなさそうだから、垂直二等分線じゃなさそうだよね。はい。垂直二等分線じゃないような、絶対値イコール絶対値は基本円になりますから、あ、円になるんだろうなと思って、両辺まずは2乗してから計算することにします。でね、ちょっとした小手先テクニックなんだけど、この 2i が邪魔だなと思った人はね、2i 外に出せばいいんだけど、例えば 2i 外に出そうとすると、ちょっとこういう形になっちゃうんだよね。いや、まあこれはこれでいいんだけど、この 2i を上下に i かけてって処理するのはちょっと大変だったりするんだよね。で、そこでちょっとおすすめなのが、そもそも、絶対値の i ってこれ1でしょ ?1 は勝手にかけたって問題ないじゃない。だからこの前に、絶対値 i とかかけちゃって、i を中に失礼しまーすとこうね、入れるわけよ。で、中に入れてあげた場合って、こうなるんじゃない？いや、大差ないように見えるんだけど、ちょっとだけなんか気持ちよくない？俺だけ？いや、ちょっと、と思ったでしょ？ね、だこういうふうに、分数出てくるときは逆に愛をかけちゃうって手もあるんだぞっていうことは、ちょっとしといてもらったらいいかなと思います。はい。じゃあちょっとこれで、息が長い問題になります。一旦2乗して、ブワーっと展開して、左側によいしょって集めてあげて、そっからが勝負になりますからね。じゃあちょっと頑張っていきましょう。じゃあ黒板いきますね。ということで、はい、いきましょう。さあ、ということで、こうやって愛をかけてあげて、中に侵入させますね。さあ、そしたら、ここのとこマイナス2になってくるんで、マイナス2を外にくくる感覚で計算しましょう。したら、マイナス2の絶対値を外に出すことにするから、はい、左辺だけ書くとこういう感じになってきますかね。はい、右辺は同じものが続きます。さあ、そしたら、両辺正より2乗することができるから、両辺2乗してみることにしましょう。さあ、ちょっと苦手な人たちのためにちょっと復習しとくよ。実数のバーは、実数だったよね。そして、準拠数のバーは、0-i になるから、マイナスがつくだけだったよね。はい。だこの辺のバーを切るときに、符号が変わる。こっちはバー切るときに何も変わらない。ちょっとこの辺注意しようね。今すでにさ、心折れそうになってるでしょ。気持ちはマジでわかるんだけどね。ここはもう本当に頑張って計算練習するしかないとこなわけね。だからノート取ってもらって、本当反復練習してね。同じような問題何問も何問も解くから、もしここで逃げても、またどっかでみんな出会うからね。またお前かってなるから、ちょっとここでちょっとみんな頑張ってね。はい。じゃあこれは一回ガチャンと崩しますよ。じゃあ、この右辺の左側に移して、同類項をまとめましょう。はい、するとこんな感じ。よかったね。全部3の倍数だから3で割って少しは綺麗になるね。じゃあ3で割ろうか。はい、こんな感じになりました。ね。これをね、この後因数分解しろって言うとさ、共通因数 Z か Z バーなんだけど、これとこれが違うからってね、結構混乱するんだよね。まあ、それでさっきのやり方をね、みんなに提案したんだけども、はい。Z バーの係数を α としようぜと。したら、ここのとこ確かに α バーになってるもんね。ということで、先ほどの方針でこれ崩せば、こんな感じで書けるわけだ。ね。じゃあ、1-4i の2乗を計算して、移すっていう風にしてこうね。はい。するとね、17-9 が8になってくるんで、最後、平方根取ってあげて、はい、こんな感じになりました。ね。ということで、どんな図形を表すかという問題なので、中心マイナス1たす 4i で、半径2ルート2の円となりました。ということで、今回はですね、円の話をしていきました。これマジで大事なんだけど、マジで受験生が逃げがちなんだよね。で、今日これ見てくれたね、ほんと、今日のこのタイミングで、今のこの練習してほしいんだよね。聞いたものをすぐアウトプットする訓練してくれば、結構簡単に身につきますからね。ちょっとね、みんなにちょっと熱く言っておきましたけど、とにかくしっかり練習して、ぜひマスターしてほしいなと思います。はい。じゃあ今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。